どうもマグロカートのお時間でございます。どうもどうも、今日はですね、3回目の動画なんでちょっとやりますよ。普段みんなやってない時は、やってない時っていうか、今日150でいきますから。前回の動画でも言いましたけれども、基本タイムアタックで練習してます。今回でも 150cc のでのチャレンジ初めてです。はい、いつも一人ではタイムアタックばっかりやってるんで、新しいパートだ。じゃあこれで今日スタークアップです。 150cc 行くんでね。はい、ちょっとまあちょっと慣れてきたって程度なんで、今日もプロコン、まあ慣れてきたって程度なんでね、まだ皆様にその素晴らしいテクニックをお見せできるような段階ではないですが、ただちょっとやっていきましょうよ。で、割といい感じのタイム出せるんだったんで、だからゆくゆくはね、 200cc のキノコカップに挑んで勝つっていうのをやってみたいね。いけ、よっしゃ。あれ、永遠のライバルキノピオか。永遠のライバルキノピオじゃねえの。お、やっぱりなかなか抜けねえな。よっよっよー、すげえすげえすげえ、じゃーん。そうだ、当たってあれなんでね、これ加速できるんだね。すごいすごい、当たりやしてる、すごいじゃん。うるえ、来たキノピオー。あ、ダメだった、あんなことあんのかよ。ちくしょう、すごいね、ずっと3位だね。やっぱ 150cc だとなるとなかなか勝てないんだ。動物の森の人じゃないあれ。ああ、おっしゃおっしゃおっしゃ、よっしゃー、危ねえ、危なかった今。もうね、ドリフトしながらブレーキすると急カーブでもうキュッと曲がれるんだよね。そういうのもちょっと覚えたよ。あとね、ジャンプしてるときにボタンを押すと、あ、今ほらくるってなったでしょ、あれ。あとね、これぶつかる、よっしゃー、あ、これにぶつかる、あー、やばい、負ける負ける、おら、当たんないか。すげえ、飛行機とかすげえ、もうあっという間に3位になっちゃった。ノーキノコ、うわ、しゃ、やばいやばい、これ勝てねえ。 150cc ですごいね。もうコメントとか Twitter からマグリさん勝てるのは当たり前だから、インターネット通信やってくれって、やばい。でそんな声もあったけどね、インターネット通信だったら俺もっと勝てないよ、言っとくけど。素人同然、あれ、ドンキーがいるね、すごいね、入れ替わり立ち替わりだね。やばい、これ負けるパターンです。あ、あんなとこから飛んでいくんだね。なんかそうか、裏技使ってんだろ。じゃーん、ぶつかる、あー、やばい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 、いや、一気に6位だったよ、マジかよ。1回ミスコンミスったらダメなんだね。 いやー、順位上げさせろ、順位上げさせろ、待て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 、4位は嫌だ、師匠難しいぜ。うちの永遠のライバルキノピオも3位ですよ。あ、1位しずえ、あ、しずえって、あのしずえさんかと思ってちょっとびっくりしちゃったよ。インターネットじゃないからね。はい、もうちょっとそんなこと言ってらんない。ちょっとまあ一応ね、収録してるんで、これをすべてをね、余すところなくご覧いただきましょう。ええ。難しいね。はい、じゃあ次、ドルフィン岬だって。まだね、2、3、4と勝てばいいだけなんでね。どけどけ。アイテムは取れないじゃないか。このね、ジャンプ台で飛んだ瞬間に押すとこれでね、できる。普通にコンピューターみんなやってんね。いや、後ろに、やばいやばい、俺うわー、難しい。お、キノコ出た。これね、なんかね、使うところによっちゃね、もうこれでジャン。そしてスーパードリフト、いいね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 、よっしゃー、うーしゃー、よっしゃー、いけいけいけ、うわー、うわー、うわー、
待てよ、お前は俺の永遠の、あー、また自分のやつに当たってるし。緑コーラ、なんで俺いつもあんなに当たんの。コインもね、取れば取るほどスピードアップするんだって知らなかったよ。確か 10枚まで集められるんだっけな。10枚集めると、違う違う、1枚につき 1% だったから、もうまた4になっちゃってるよ。4になっちゃってる。俺もっとコイン取ってない、全然取れてないような気がするんだけど。ほらバナナからのジャンプ、ダメ、あ強えよ。でも 150cc の方が楽しいかもしんない、そういう意味じゃね。あ、俺もやられてんの、どういう条件だよこの野郎。おい、あーくっそー、なんで俺はぶっ飛ばされてんの今。どけこら。あのね、今スピーカーみたいなの持ってたでしょ、あれはなんかコーラとかぶっ飛ばせるらしいですね。はい、ちょっと暴言がつきました、ちょっと真面目にあります。ちゃんとあの綺麗な言葉使ってくださいってね、あのコメントもありましたんでね、わかりましたよ。今キノピオ当てたね。お、1位だ。このままいけるか、そう甘くない 150cc の世界。コインはなくなるのね。何のタイミングでコインなくなるんだろう。うわー、よいしょ、このままいけ、よっしゃよっしゃ。やばい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 、マジで、いやーマジか、4位になるのかな。うわキノピオ、うわ5位、難しい 150cc、 やばいねこのままだと。あ、一応これ3位になったよ、見て、ドンキーコング、シズエ、赤ヨシ、赤ヨシってこうマグニーって書いてくるよ、マグニーって書いてくるよ。永遠のアイドルキノピオ、永遠のアイドルじゃない、永遠のライバルキノピオにまだ勝ってますから、せめてキノピオには勝ちましょう今日、それを目標にちょっと頑張ります。スターカップ 150cc 面白いね、 150cc 面白いね。これ 200cc なのともっとやばいんだろうね。ブレーキ必須って書いてんだよ 200cc の場合は。だとなんでね、どうだろう今回の。一応ねブレーキはまだ使ってません、使わずとも大丈夫みたいな感じ。くそ、加速が遅いんだね。いやー、みんな必ず加速するね。おーしょ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 、ドンキが強いよ、ドンキが強いね。おっしゃー、スタートダッシュ、おっしゃースタートダッシュ。ドリフトもっと決めないと勝てないよ。音楽がさ、いい感じになってるって、いい感じになってるって説明が悪いけど、なんかね、あ、なにこれ、フラワー持ってるわ、うらー、え、なになに、フラワー何、あ、投げれんだ、すげえすげえすげえ、おいドンキー、よっしゃー、うわすげえゴリラの鳴き声聞こえた、怖え、いて、何何に当たったわけ、バナナかなんかに当たった、見えねえか、あー結構ひでえな、おいお前ら、待て待て待て、まだ5位だ、5位はダメだよ。ピノピオ、あーやばいやばい、なんか前の動画でピノキオって言ってたみたいだね自分で編集してんのに気づいてない、あーもう最悪だ、やばいやばいやばい、なんなんだこれ、なんなんだよ、マグニーさんまだまだダメだねこれ。やばいねやばいね、なんかいいアイテム出てほしいんだけど、ちょっと中途半端に順位上げちゃったもんだから、アイテムもいいの出なさそうだよね。頼むよ、おっしゃおっしゃ、待てドンキー、ドンキー、お、よし
よしよしよし。ドンキー倒してお願い。うわうわ、よし、ピノキオいった、ピノキオいったぞ。やばいやばい、うわ、このまま6位で終わる、うっそうだろ、それはさせねえよ。やばいやばいやばい、3位になって、3位になって、ピノキオに負けてる。やばい、うわ、やばいっすけど。え、1位と、やばいね、これ上位3位に入れないかもしんないよ。あ、暗いか、暗い、やばいね、どうしよう、やばいやばい。永遠のライバルキノピオに何とか勝ちたいと思います。これファイナルレースかな、もう4つやった。よし、ファイナルレース、ワリオスノーマウンテン、雪道だね、ファイナルレースいきますよ。舐めてんじゃねえよ、しずえさんが強えの強えの。ああ、なるほど、あそこ乗れればいいんだ。滑るね、滑る滑る、そして滑る滑る、超滑る。雪だからそら滑るから、いいねこの感じのカーブ。よいしょー、あ、一周が割と短くね。え、あれ、どうなってんの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 、よいしょー、あーっと、どうなってんの、どうなってんの、どうなってんの、やーん、え、どうなってんの、どうなってんの、え、普通に2位になっちゃってんだけど。何のタイミングで俺は抜かれたんだよ。あー、今のはブレーキが いる感じだったんだ、そうかそうか。もうさあ、あれにやられんのよ、あれ、緑亀、なんなんだ緑亀。なに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 、色相もう7位になっちゃってる。わかんねえコースだから余計だよね、言い訳は。よしこちゃん、はい、大丈夫です、マグニーさんが実力を発揮すればこんなコースあっという間のマタサブロ、よし、あっという間のマタサブロ、はい、よし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 、バカっちゃあれ、おー、俺も自分もやられて、しずえさんを倒して俺もやられるんだよね。しずえさん超強えよ、しずえさん、よ、いいね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 、2位まで上がって、お、やった、これはいいぞ、おい、これ勝てんじゃねえのか、すごい、あ、やばいやばい、これなんかあれだね、コースになってんだよね、違う、そのほら、スキー、スキー合宿、スキー合宿って何、バカ野郎、勝負だよこの直線じゃ負けねえってよ。いやー、うまいな運転の仕方が、おら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 、うら、直線のカーブよ、おらおらおら、これは勝ったぞ、絶対に勝たせてください、よし、面白いコース、ワリオのやつ初めての1位だけど、これでポイント差で負けてしまいました。皆さんすみません、1ポイント差でキノピオにやられてしまいました。ハイライト見ましょう、しょうがないやね、もうちょっと練習しますわ、早くり早くり。全然だっていいところないもん、やられてっぱなしだったもん。一緒にやられてるんじゃんね、くっそ野郎、あ、抜いた抜いた、いやいいねいいねいいね、今のよかっこよかったね。いや、最後のレースは完全燃焼でしたよ、うん、ハイライト見て楽しかった。はい、というわけでですね、マグニーさん初めての 150cc かつスターカップチャレンジでございました。いかがでございますか、皆さん、ぜひやってみてください、超面白いよ、マリカ超面白い、うちのマイクラのマルチメンバーもみんなね、やりたくてやりたくてうずうずしてるみたいでね、
みんなが、まあ、何人でできるか分かんないけど揃ってね実況できればいいなとかも考えてますんでよろしくお願いいたします。マシンパスに入れた。はい、それでは皆さんマグロカート、その3でございました。それじゃあみんな次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。